今日はありがとうごめんなさいだよ。これはアンパンマンのパン工場の中にアンパンマンたちがいて、そしてありがとうごめんなさいってお話をしてくれるおもちゃだよ。全部でこの3種類ある中の最後、これだね。このシリーズになるよ。じゃあ開けて中のおもちゃを出していってみようね。よいしょ。まずはこのクローバー、四つ葉のクローバーのラムネが入っていたよ。それからこれがおもちゃの本体だね。色が違うんだよね。そして袋から開けて中を見ていってみようね。ここに煙突があるね。そして屋根があって、このお家の中にお部屋があって、そしてこの窓を動かせるようになってるんだね。こっちにはアンパンマン、そしてメロンパンナちゃん、こっちはクリームパンダがなんか謝ってるのかな。それじゃあこのシートを取るよ。シートを取らないと音が出ないんだよね。シートを取って、そして押すと、アンパンマンがありがとうって言ったね。ごめんなさい。クリームパンダの声だね今度ね。クリームパンダがごめんなさいって言ってるよ。じゃあこれをこっちにして、アンパンマンたちがありがとう、これはプレゼントをもらってありがとうって言ってるんだね。そしてこっちはごめんなさい、これはなんだろう、植木をこぼして壊してごめんなさいって言ってるんだね。あ、これなんだろう、ボールだな。ボールでこの花瓶を壊しちゃったのかな、クリームパンダ。こんな感じでごめんなさい遊べるアンパンマンのパン工場だよ。音で遊ぼうアンパンマン、楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。ありがとう。ごめんなさい。スマホのみんなは説明欄を見てね。